記述回答対策をしてない場合ですね、答えだけの記述じゃなくて最初から最後まで全部記述で書いていくケースの対策としてなんですけど、武田塾チャンネル、武田塾教務部長の中森です。今回は数学の直前対策の3つ目、記述回答対策をしてない場合ですね、答えだけの記述じゃなくて最初から最後まで全部記述で書いていくケースの対策としてなんですけど、独学なんかでやってて自分の書き方本当に合ってんのかちょっと不安だなみたいな人だったりとか、あとはまあ本当にセンターしかやってなくて全然記述やってないんだよねみたいな人だったら、どういう対策をしていけばいいのかっていうことで、主にねその2種類の参考書を紹介していきたいと思うんですけど、1つ目が総合的研究っていうシリーズがあって、その中に記述式答案の書き方数学 1A2B っていう参考書が、ね、あるんですね。でまあ 1A2B、のものなんですけど、これもう書き方からちゃんとしっかり分野ごとの書き方もあるんですよ。その前に記述式回答の書き方とは何ぞやみたいなことを結構最初から詳しく話してくれていますので、割とみんなその知らないというか、なんとなく書いてるけど実はちゃんとルール分かってないのかなみたいなところを結構意識的に学ぶことができるので、ちょっと記述に自信がない、減点されるかもなとかって人は、まあ、やっておくといいんじゃないかなっていうふうに、思います。なので、特にね、本当はじっくりやってほしいところなんだけど、時間ないから最低限ちょっと記述の書き方のルールだけでも覚えていきたいって人だったら、まあ、これの分野的なそれぞれの対策に入る前の最初のね部分の説明だけでもしっかり、読んでおいた方がいいかなと思います。で、その後演習をするっていう場合、まあ、これは大体全て記述である国公立受ける場合だとは思うんですけど、国公立標準問題集キャンパスみたいに、まあ、解説の詳しい問題集で記述演習いっぱい詰めるものをやっていったらいいんじゃないかなと思います。キャンパス自体がいろんな地方国公立の過去問を集めたものなんで、まあ記述練習するには非常にいい参考書かなと思いますので、まあ量をこなして解説をね、ちゃんと典型的な問題とかをこう対応していきたいってことで、まあ、こちらやっていくといいかなと。というと、この総合的研究の方が非常にその解説と回答の書き方が詳しく、してくれてますので、ぜひね書いたことないよって人はですね、こちらを、ね、やってもらえればと思います。ということで、ね、3つの、直前対策としてやるべきことを、まとめて話していきましたけれども、まあ、数学っていうのはどうしても時間が足りない、間に合ってなくて、最後の最後をちょっとでも稼ぎたい、足を引っ張る科目だけど致命傷にはしたくないみたいな人が割と多い科目だと思うんですよ。もちろん武器にしてる人も多いとは思うんだけど、まあ、この動画の直前対策っていう部分を結構参考にされる方は、やっぱり数学でどうしてもちょっと点数がなかなか稼げてないっていう状態だとは、の人が多いと思うんですね。で、そうなるときにやっぱり大事なのが、じゃあ何ならできんのかっていうところで、そこはすごく考えなきゃいけないところではあるとは思うんだけど、今までやったことで稼げるところっていうのはちゃんと見極める能力っていうのがすごく大事だと思います。で、その上でそれだけじゃどうしても足りない、で、だから何か対策したい、だけどそれがひょっとしたら分野が外れるかもしれないと、外れるかもしんないけど、その中で可能性が高いところで、まあちょっと難易度上げて対策しようみたいな話になるわけですよ。そこをちゃんと踏まえてですね、自分にとって何が足りないのかをしっかり考えて、今回話してですね、直前対策それぞれで必要なことをやってもらえればと思います。もし参考になれば幸いです。今回は以上です。武田塾公式アプリ、ルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリでわかります。カリキュラムや参考書の使い方なども一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。